雪と市松模様と松竹梅を使った新年の壁面飾りです。紅白の紙を正方形に切って並べ、市松模様を作りました。壁面の雪の模様はスプレーとタンポで作っています。市松模様の上には梅の花と竹を、左右から伸びてきた枝にも梅の花をたくさん咲かせました。松は緑色の画用紙を使って作っています。真ん中には干支の牛という文字を貼り、周りを立体的な梅の花で囲みました。背景の雪は12月に使ったものをそのまま生かしました。真ん中の文字を変えることで毎年使うことができます。傷んだものだけ取り替えながら、少しずつレイアウトを変えて使いましょう。余った松竹梅をちょっとした隙間に飾ることもできます。紙テープや帯状の紙に貼っておくと、掲示物の間を簡単に埋めることができ、ぐっと正月らしくなるのでおすすめです。